熊谷、平山、かれこれ五騎で控えたり、去るほどに、東雲、ようよう明けゆけば、熊谷は先に名乗ったれども、平山が菊に名乗らんとや思いけん、また、買い立ての際に歩ませより、第四条をあげて、以前に名乗っつる武蔵の国の住人、熊谷の次郎、直実、子息の小次郎、直家、一の谷の先人ぞや、我と思わん平家の侍どもは、直実に落ち合えや、落ち合え。とぞ罵ったる。これを聞いて、いざや、よもすがら名乗る熊谷親子、ひっさげてこん。とて、進む平家の侍、たれたれぞ、越中の次郎廟へ、盛り継ぎ、上総の五郎廟へ、忠光、悪七廟へ、景清、五島内、定常、これをはじめて、宗とのつわもの二十余期、軌道を開いて駆け入れたり。ここに、平山、茂目ゆいのひたたれに、ひよどしの鎧着て、二つ引き量のほろをかけ、めかすげという、きこゆる名馬にぞ、乗ったりける。旗刺しは黒皮おどしの鎧に、兜幾尾に着ないて、錆つきげなる馬にぞ乗ったりける。方言平時、領土の合戦に先駆けたりし、武蔵の国の住人、平山の武者どころ、末重、と名乗って、旗刺しと二騎、馬の鼻を並べて、おめいて書く。熊谷隠れば、平山続き、平山隠れば、熊谷続く。互いに、我劣らじと、入れ替え入れ替え、もみにもうで、日いずるほどぞ、攻めたりける。平家の侍ども、手糸をかけられて、かなわじとや思いけん、城のうちへざっと引き、仇を戸様に泣いてぞ、防ぎける。熊谷は、馬の太腹いさせて、はぬれば、足を越えて降り立ったり、子息の小次郎直家も、少年十六歳と名乗って、買い立ての際に馬の鼻をつかするほど攻め寄せて戦いけるが、ゆんでの飼いなをいさせて馬より飛び降り、父と並んでたったりけり、いかに小次郎、手負うたか。三蔵郎。常に鎧づきせよ。裏かかすな。しころを傾けよ。内かぶといさすな。とぞ教えける。熊谷は、鎧に立ったる宿も金繰り捨てて、
城の内をにらまえ、第四条をあげて。こその冬の頃、鎌倉をいでしより、命をば兵衛の助殿に立てまつり、かばねをば一の谷でさらさんと、思い切ったる直ざねぞや。室山、水島、二角の合戦に巧妙したりと名乗る、越中の次郎兵衛はないか。上総の五郎兵衛、悪七兵衛はないか。能登殿はましまさぬか。巧妙も敵によってこそすれ、人ごとに大手は、えせじものを。直ざねに落ち合えや、落ち合え。と罵ったる。これを聞いて、越中の次郎兵衛、好む装束なれば、小村子のひたたれに赤おどしの鎧着て、白足げなる馬に乗り、熊谷に目をかけて歩ませよる。熊谷親子は中を割られじと立ち並んで、太刀を額に当て、後ろへ一引きも引かず、いよいよ前へぞ進みける。越中の次郎兵衛、かなわじとや重い剣、取って返す。熊谷、これを見て、いかに、あれは越中の次郎兵衛とこそ見れ、敵にはどこを嫌うぞ。直ざねに押し並べて、組めや組め。といいけれども、さもそうず、とて引っ返す。悪七兵衛、これを見て、汚い殿原の振る舞いようかな、とてすでに組まんと駆け入でけるを、鎧の袖を控えて、君の恩大事、これに限るまじ、ある病もなし。とせいせられて、熊ざりけり。その後、熊谷は、乗り替えに乗って、おめいてかく。平山も、熊谷親子が戦う紛れに、馬の息休めて、これもまた続いたり。平家の方には、馬に乗ったる武者は少なし、櫓の上のつわものども、矢先をそろえて、雨の降るようにいけれども、仇は少なし、味方は多し、性に紛れて矢にも当たらず、ただ押し並べて、組めや組め。と、下地しけれども、平家の馬は乗ることはしげく、飼うことはまれなり、船には久しゅう立てたり、寄り切ったるようなりけり。熊谷、平山が馬は、飼いに凍たる大の馬どもなり、一当て当てば、皆、けたをされぬべき間、押し並べて組む武者、一騎もなかりけり。平山は、
身に変えて思いける旗差しをいさせて、敵の中へ割って入り、やがてその敵を取ってぞ入れたりける。熊谷も分取りあまたしたりけり、熊谷先に寄せたれど、軌道を開かねば駆け入らず。平山後に寄せたれど、軌道を開けたれば駆け入りぬ。さてこそ熊谷平山が一二の賭けをば争いけれ。